続きましてトランスフォーメーションモデルに行きます。あれ人体スタグ5つ目の格闘技です。トランスフォーメーションモデル競技の説明です。トランスフォーモデルは違うんで、キャプテンに感動させるストーリー、以前の姿からの変化を、そして過去を感じさせない舞台パフォーマンス、これらを見せてくれる選手がいい成績を取れます。 OK Transformation Model Entry Number 30 Kamote Omagi。 Transformation
ですよね。リポーター名、はい、まずドリを言います。浪人して受験勉強を失敗し、勉強だけした間、知らないうちに体重が90キロ、だらしない自分の体型に気づき、筋トレを始め、最初は間違ったダイエットをし、入院するなど大変なことがありましたが、トレーニングは見分けられないことをし、今では筋トレをドハマりし、フィットネスクラブで働きながら専門学校で頑張っています。前の姿本当に気になりますよね。はい、その写真が出る前にスタッフの新社員にストーリーを言います。재수에서산수를하고요공부만계속하고앉아있다보니네이산은아주길줄기라고기록한데다90kg 까지살이쪘다고합니다근데어떻게다이어트를해야되지잘못된다이어트방법으로병원실려가기도했고요그런데운동을하고나서부터제대로운동을하고나서더좋은삶을살고있고요학교도잘다니고있다고합니다여러분리포터자신이었까이만호회가이만호회였까수고하신다이만호회였까박수와대신
ました。プレゼンテーター、ジャンボさんにお願いします。トランスフォーメーションモデル、優勝者。どなたになりますかね？何番ですか？40! 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 40!